皆さん、こんにちは。渡り龍二です。では、今回は、帝国の決断法、バブギーと、棒の岬沖海戦、ヤマドドコリベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回、ここまでの反攻作戦をね、支えてくれた超赤城が、その艦載機70機とともに撃沈されてしまったので、またね、しばらく苦しい戦いになるんじゃないかなというふうに思っていますが、頑張っていきたいと思います。まず絶対防衛ラインの、確保ということで、小笠原沖の攻略、これをね、最優先にしていきたいんですが、そのための戦力がね、先ほどお話したように赤城を失ったことによって、攻勢に出るための戦力が整っていないということになりますので、またしばらくね、皆さん退屈されてしまうかもしれませんが、逃げ回りと資源確保の戦いが、続くんじゃないかなというふうに思っています。で、超赤城が撃沈されてしまったので、今はですね、この加賀に航空戦力を集めつつあるという状況です。なので、まずはターンを進めていきます。逃げ回りに入りましょう。レイテはね、絶対に失ってはいけない拠点なので。では、逃げ回り作戦始めていきます。ですね、レイテ沖の逃げ回りに失敗してリロードしたんですけども、攻めてこなかったので、これ幸いと、続きをやっていきたいと思います。高速巡洋艦が1隻完成してますね。42ノットの超高速巡洋艦で、新技術は航空用の装甲素材ですね。で、小笠原沖の攻略は失敗してしまいましたので、しばらく苦しい戦いが続くものの、当面の目標は小笠原沖であることに変わりはありませんので、小笠原沖攻略を目指していきます。で、鉄だな。鉄不足だな。もちろんアルミも不足してますね。兵器開発は逆にお金に余裕が出てきたので、もうある程度考えず、あまり持たずに、ガシガシ、入れていきましょう。で、物資の援助はいつも通り、石油を仕売りします。超活動をね、もうすでに入れてますので、ご覧の通りでいいでしょう。で、問題の航空戦力。まずは、長距離の護衛機を、今回は14機。30機前後は護衛機もやっぱり用意してあげたいので、これを引き続き作っていきましょう。で、その後はすかさず乗せます。ああ、そうだな。あとは、高速巡洋艦が完成しているので、ここに編成として入れましょう。高速巡洋艦をね。で、第一艦隊と高速巡艦隊をガッチャンコ。実際に戦闘になった場合にはね、切り離しますからね。で、さらに、超加賀には艦載機を乗せていきます。まだまだ戦闘に耐えられるだけので、十分な戦力はないんですが、ここは爆撃機をすでに積んでいく作業を始めておきましょう。で、続いて、艦船だね。ここはどうしようかな。しばらく苦しい戦いが続くのであれば、特攻型の潜水艦、あるいは逃亡型の駆逐艦。反転攻勢に転じるんであれば、高速軽巡か高速中巡。ここは高速軽巡を作っておきましょうか。何隻か。当然、高速軽巡に随伴するのは高速中巡である必要があるので、高速艦隊は高速艦だけで編成をね、やっぱりしてあげていきたいなと思います。では、一旦が重要なので、セーブをさせていただいて、次のターンへ送っていきましょう。レイテに敵艦隊か。レイテの逃げ回りが結構ね、さっきの感じだと苦戦するんですよね。敵の索敵機の行動範囲も広いですし、レーダーも性能が良くなっていますし、ってことを考えると、逃げ回りもどんどん難しく
なってきてるんですよね。あとはもう最近、まあ8割型座り仕事で、まあ残り2割、まあ2割もないのかな。まあ移動した先でも結局座りなので、まあ出先でってことになるんですけど、結構ね、もともと姿勢が悪いのもあって、腰がね、最近結構きついんですよね。なので、ちょっとね、グッズを買ったんですよ。腰をサポートするグッズ。これでちょっとでもね、腰痛が治ればいいなーっていうのと、まあ、姿勢が良くなればね、当然、こう、見た目も若々しくなるんじゃないかっていうね、期待感も込めて、ちょっと買ったグッズをご紹介したいと思います。一個はもうオフィス用ですね。会社にあんまり大きい、グッズを持ち歩くというのもなかなか微妙なので、会社にはこの平らいやつを持ってって、夫的に発見される？大丈夫か？発見されてなければいいけど、大丈夫そうだね。で、自宅のね、書斎の自分のデスクにはこの大きい方を、まあ置いて、これでちょっとね、半年一年ぐらいかけて姿勢をしっかり正して、腰痛解消。で、まあアンチエイジングも込めてね、やっていきたいと思いますので、もし興味ある方いれば Amazon でググる、Amazon なりググるなりすればすぐ出てきますんで、骨盤矯正、姿勢矯正みたいなキーワードで検索すれば出てきます。おっと、敵に発見された。どこが発見されたんだろう。ここだな。これは、早々に逃げよう。早いな。大破からの沈没が早いわ。駆逐艦を一隻失ったな。逃亡型の駆逐艦をね、ちょっともう一隻用意しないといけないね。このレイテに逃亡型の駆逐艦。マラッカとかでもね、逃亡型の駆逐艦は必要になってくるんで、ちょっと次のターンは、逃亡型の駆逐艦、これをまとめて2隻、3隻と、用意しましょうか。うわ！早いよ！巡洋艦も発見されてからのさ、沈没までが早すぎる。これ大丈夫か？いよいよ心配になってくるな。あと1日。もう敵に捕まったら逃げるのは不可能なほどベニヤ板でできてるので、どうしてもね、敵に発見されないことが前提となる逃げ回りになってますからね。まずは、今、南品のドックに入っている巡洋艦を、このレイテに出して、逃亡型の駆逐艦が到着するまで、それらの従順で逃げ切り体制を図りましょうか。とにかく今はね、航空戦力を整えるのが最優先なので、海域の守備は、駆逐艦による逃げ回り。で、特攻型の潜水艦も数が揃えばね、貴重な戦力にはなるので、余った鉄は逃亡型の駆逐艦と潜水艦に使っていきましょう。で、空母の護衛を担う防空艦もね、ちょっと作っておきたいので、敵の魚雷から身を挺して守ってくれる、かつ敵の航空機を撃退するための防空艦。これをちょっとこの次のターンで、設計していきましょう。そのためにもこのターン、何としても逃げ切らなくてはいけないので、祈りましょう。はい。駆逐艦と軽巡一隻ずつ失いましたが、逃げ切りですね。で、潜水艦2隻、特攻型ですね。これが完成しています。あと、単発ジェット機体も開発可能。ちょっとこれは後回しかな。もうすでに新しい航空機の開発は始まっているので、後回しにしましょう。で、南シナに入っている艦隊、従順艦隊ですね。これを一旦レイテに入れておいて、
レイテの防衛に回ってもらいます。で、インド洋はどうなってる？ちゃんと確認してないけど、インド洋も大丈夫だね。三隻はどうしてもね、欲しい、部分にはなるので、沖縄がちょっと足りないかな。沖縄が戦力的にちょっと足りないので、ここは一度、艦隊編成から外してしまって、刑事をね、外してしまって、代わりにこの軽巡を沖縄沖に派遣します。で、航空機。航空機が本当に欲しいんだけど数が足りないな。まずは長距離の護衛機を数としてはマックス30機体制にしたいのでもうちょっと数が欲しいですね。さらに艦船ですが、さっきお話した統合型の駆逐艦を最低2隻は欲しいので、まず2隻作って残りどんくらい余るか確認しましょう。ですが、足は速いんですけどね、ベニヤ板の走行なのでまあ苦しいね。で、技術開発を入れて兵器開発ももう上から入れていきます。で、その上で忘れないうちに加賀に艦載機、長距離の護衛機を今作った分ですね、乗せていきます。それで防空艦を作っていきましょう。まあ、防空艦のベースになる駆逐艦をね、選定していきます。本当は軽巡とかで作った方がね、いいかなとは思うんですが、まあ、背に腹は変えられないというかね、全くもって足りていないので、資源が。見た目がかっこいいのがいいよな。どうせ作るなら。よし、これで行きましょう。神風型で行く。魚雷は、2連装当たるか、3連装2機。で、足の速さは必要ないので、まあ、爆雷も装備しておいていいでしょう。広角砲6機。あとは、この、対空防御の機銃ですね。これを乗せておいて、まあ、盾になってもらわなきゃいけないので、多少の防御力は欲しいよな。こんなところかな、防空艦。まあ、とはいえ敵の大型艦とか敵の航空機の攻撃を受けたら、あっけなく沈むんでしょうが、ここは防空艦として整備しておきます。まあ、超赤木がね、あっさり沈んだ要因も、まあ、単艦運用をしていたというのが、一番の理由ではあると思うので、ちょっとでも敵の目標をね、鈍らせる。とはいえ、敵は大型艦、空母、戦艦を優先して狙ってくるので、あまり意味はないかもしれないんですが、敵の魚雷の盾にはね、なってくれますからね。この防空駆逐艦を新たに開発していきます。開発期間2週ですね。これを、まあ、優先度は低いんですが、艦隊の編成に組み込んでいきましょう。さあ、あとは余った鉄を使って、今回は、どうしようかな。高速従順か、高速軽順か。もう高速軽順かな。艦隊の規模として、ある程度の大きさを、誇っておきたいので、従順よりも鉄が少なくて済む。高速軽巡を作れるだけ作っていっちゃいましょう。まあ、お金には余裕があるので、あとは鉄とアルミだね。さあ、またレイテだ。
レイテは敵も鉄を取り返しに来てるね。完全に。ちょっとまた従順を失ってしまいましたが、レイテをね、キープできましたね。従順じゃない、軽順ですね。なので、ちょっと従順三艦隊、三攻、三隻で、しばらくの間、レイテを守り切る必要がありそうですね。さあ、今回の鉄はどうなってる？アルミはどうなっている？よし、今回マラッカがあんまりレイテも含めて損害を受けなかったので、アルミが割と取れてる。アルミが取れるだけで全然違うからね。本当はね、直炎機を配備して、敵の、まあそれこそ爆撃機をね、撃退することができれば一番いいんですけど、まあ、残念ながらそんだけど、航空戦力に余裕が現状ないですからね。では、加賀に、艦載機を乗せていきます。で、加賀の方なんですが、もちろん機関に設定した上で、城島さん乗ってますが、城島さんが乗っているここに、まずは直炎、これは烈風でいいかな。これを23。で、偵察機もですね、まあちょっともったいないんですが、長距離の護衛をつけます。結局、アウトレンジ仕掛けるためには敵の正確な位置を、まあ、知る必要があるわけなんですけども、当然、遠くまで飛べないと、遠くまで攻撃する爆撃機を派遣できないので、ここはちょっと我慢しましょう。で、ようやく、加賀の方が100機、いいですね。航空機配備ができましたね。まあ、ここは満載しておくというのも手だし、超加賀が撃沈された時のことを考えれば、100機前後で2隻、3隻と運用するのもリスク分散という意味ではありだし、ちょっとね、検討はこの先進めていきましょう。で、兵器開発は、まあ、特に何も考えずに、1個2個と入れておきます。で、技術開発は工業。物資の援助は、いやもうドイツはだいぶ金と石油は余裕を持ってるね。セレベスにもスパイを送り込んでおいて、その上で建造しましょう。建造は、高速系順を、そうだな、数としてはまあ、2隻ほど用意しましょう。で、あとは逃げ切り用の防空、逃亡型の駆逐艦。逃亡型の駆逐艦をレイテに追加で配備したいですからね。さあ、こんなところでいいですかね。というわけで、じゃあ今回ほぼ逃げ回り、プラス防空艦の設計だけで終わってしまいましたが、ここまでにさせていただいて、次回ですね、小笠原攻略を行っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。